皆さんどうもこんにちは、こんばんは、岡原でございます。ということで今回は IW こちらのマップでやっていきましょう。フロンティアだったっけな、久々すぎてマップの名前すら忘れるということで、最近は非常にね、ビオスリーばっかだったんですけど、要はビオスリーのねリクエスト等々多いのと、自分がビオスリーめっちゃやりたかったからねずっとやっておりましたってことでね、今回 IW のリクエストもあったんで、こちらの方ね久々にやっていきましょう。まあ、こっちの方でもねしっかりね顔出していかないといけないということで、今回 E ラットパイセン持って早速突っていきましょう。でもって危険なとこを突っていくんですけど、敵さん分かっていない、分かっていないというか気づいていない模様。そしてここから、おっとなんか飛んできたな、何なんか撃ってきてる。いやー怖いな、怖いね非常に。こっちから、そしてこっちから来るんじゃないか。うん、ちょっと螺旋階段うろちょろしてみましょう。敵さん多分こっちの、おっと制圧した模様。いいっすね、ナイスですね、いいっすね、かましていく、オッケー。多分ここ螺旋階段来るんじゃないか、ここらで。味方さん1枚いってもらいましょう。赤点がついている模様。そしてからのかましていこうか、原いいっすね、いいっすね、ハイエナハイエナということで、こっちからも来るんじゃない、いるね、かましていきたい、かましていく、オッケー。危ないよ、本当に。本当に危ないよ、今回。まあ、IW ね。IW、まあ、久々とはいえ、まあ、BO3 とほぼほぼ、おっと、なんかいる。ほぼほぼ一緒な感じだからね。まあ、しっかりとね、まあ、ハイジャンプも同じ感じ、BO3.3.5 と呼ばれているぐらいなので、かましていきたいところなんですけど、おっと、いるね。ふいっと、こんにちはーす、こんにちはーす、オッケー。かましていく。うんでもってからの、いるかな。おっと、ちょっと螺旋階段入ってみましょう。じゃあこっちの螺旋階段下っていくといるんですよね。危なー、なんか殴られた。いやーねーなさいよ。 IW 発売されてからまあこんだけ時間経つといるね。どこに消えたの今、フェーズシフトだよね今ので絶対いるよね。あーもうちょ待って、フェーズシフトはあかんわ、あれうますぎる。なんかついついさ、 BO3 のなんだっけあれ、アクティブカモ的な感じをね思って、おいしょい、あーとアクティブカモ的な感じでね、あの撃てばいいんじゃねえみたいな感じになるんですけど、そうはいかないですよね。あいつだけね4次元空間入っているっていうことでかましていく。危ない、ちょっと待って、一回避難して、どうかな、これ多分右側ねいるんですよ。これ顔出した瞬間に出てくるのが変なタイミングで出てくる、あいますね、いますね、いますね。ちょこれだよ、このタイミング。なんでこのよっこいしょと、見とってね、顔を出した瞬間に岡原こうやって走ってくるんですよ。あいつどういう感じなんだろうな。多分ああいうやつってね、普段でも勘が鋭いやつなんですよ。変なタイミングでね、勘が鋭いやつだと思うんですよ。エピックには非常に負けるな。これ言い訳に過ぎんと思うけど、エピック武器ってそのなんかすげえ負けません、どんな武器でも。気のせいかな、本当に。エピック武器ってマジで負けるんですよ。いるね、かましていきたい、かましていきたい。からのナイス、オッケー。味方さん、角待ち、見ちゃいましたよ。どうしていきましょうか。クローパイセン。そしてからの、いるね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと。こっちから、なんかゴン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 、振動が半端ないんですけど。大丈夫ですか？オッケー。カマの、かましていきます。オッケー。いいっすね。そしてからの、からの、敵がいない？大丈夫、オッケー、終わった。無事クローをね、使い切ることができたっていうことなんですけど、あいつはなんでよ、あのエピック武器野郎は。あれなんでショットガンなのにあの距離死ぬんだ。エピックエグいね、改めて。ここで待ってると多分来る。後ろも来そうですけどね。ほら来ている、サプレッサーの音。まずいんですよ、こういう時は。もう、あ、味方ね、ごめんね、フレンドリーファイヤーね。そしてここから入っていくと、いるね。ナイス味方、オッケーですね。かましていけ、かましていけ、ナイス味方、オッケー。そしてからの、こっちから、と、おっと味方。でもって、ここ右曲がると敵がいる。なんだこいつ、なんだこいつちょっと待てよ、こんなことしてる場合じゃない。なんだ今の死体、おかしいやろ。おっと、ちょっと待てよ、ふいっと入ってて、こんにちはーす、こんにちはーす。オッケー、危ない。さあ敵はどこだ、絶対近くにいる、かましていく、オッケー。そしてからの、こっちから多分また湧いてくると思う、絶対近くにはいる。何やってんだ、放置プレイヤーか、ユエブオンライン。そしてからの、うしょーっと入っていきましょう。さあさあ、またキルしていきたいんですけど、ちょっと待てよ、リスイッチが変わっていくけど、ここしっかりと岡原倒していく。そしてからの、ここも倒していく。そしてからの、またここで倒していきたいところなんですけど、なんだこの二人、なんだこいつら、なんだこいつら。あれは絶対倒していきたい、絶対これは倒したい。そして敵来るんじゃないか、ここ来るんじゃないか。いやあれはいかんでしょ、あの敵。おっと、かましていく、なんでよあれ。おっと、ナイス、かましていく。いいっすね、いいっすね、いるね、いるね、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん。ちょ待って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 、ちょ待って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 、それはまずいまずいまずい、かましていく。なんだこの、なんだこの流れるようなキル、何が起こったか一瞬分かんなかったぞ。
敵降りすぎでしょ、これ固まりすぎでしょ、さすがに超固まり魂じゃん。ってことでいるね、いるね、そこかましていく。ナイス、味方は OK。 からの、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 ナイス、みんな倒してってくれてる。ユエモン、ナイス。いや待って、忙しい忙しい忙しい、かなり忙しいぞこれ。後半戦からかなり忙しいんですけど、なんだみんな、みんなやられてる。3連フィードされとる。4連取られてないだけまだマシか。岡原バカだったな、あれ。あの流れで突っ込んでいくのはバカだな。ショットガンエピックビキはめっちゃ嫌いやな。ってことで2点さあかましていきたいところ、かましていく。オッケー、ラストあ疲れた、ラストの方やばい。ってことで最後見ていきましょう。ここでチラッと見るんですけど、中央いるのは分かった。そしてからもうあと1キルっていうことでね、怒涛の追い上げ、ストーカーしてってからのピース。ってことでね、今回成績せーのどういう感じで25キル14です。キルのが 1.79 のアシストが7ってことで、アシスト非常に多い感じですね。はい、ってことでね、今回は EDAT を使ってこちらの IW 久々にやってまいりました。うん、いろいろと突っ込みどころが多いですね。タイトル何にしよっかな。途中さ、死体が変な風に立ってたのもあるじゃん。それもいいんだけどな、何にしよっかな、迷いますね。まあ見てる皆さんはもうね、タイトル見てると思うんですけど、まあ適当に考えておきます。ってことで以上お返しした岡尾2、またね、バイバイ。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちら、そしてね、あなたにおすすめの動画はこちらにございますので、ぜひぜひご覧くださいませ。でこちらからもチャンネル登録ができますので、ぜひぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。以上、お返しした岡尾2、またね、バイバイ。